私が待ち望んでいた重大点がこれから実現します。これまでの地区の良さであったみんなで何事にも協力し合い助け合ってきたことは変わらずに引き継いでいきたいと思います。えい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 、ありがとうございました。先月5日、岩沼市で集団移転先の造成工事が始まりました。宮城、岩手、福島、茨城の4県で計画されているおよそ280の集団移転事業の中で最も早い着工です。まず第一歩が記せたということでは大変嬉しく思ってます。しかしこれからもう財源的に見てもいろいろな点でやっていくべきことがたくさんありますので、まあ、一つ一つ多くの皆さんの協力をいただきながら、まあ、一歩一歩進めていきたいというふうに思ってます。移転先のこの土地も津波でおよそ1メートル浸水しました。海岸堤防や市道のかさ上げに加え宅地をおよそ2メートルかさ上げすることで安全を確保します。集団移転には沿岸6地区およそ550世帯の5割、280世帯ほどが参加します。玉浦西地区の造成工事は来年の夏には完了し、早ければ来年11月ごろから住宅の建設が始まります。皆さんの意見をですね、戦わせながら一つの形を作っていくというプロセスこそがですね、まちづくりを本当に使う人たちのためのまちづくりにしていく力になると思っておりますので。集団移転のトップランナーを自負する岩沼市、今年6月には移転先の具体的なまちづくりを決める検討委員会も立ち上げました。主なメンバーは各地区の町内会長ら住民の代表21人と都市計画の専門家2人です。委員会ではまず移転を希望する世帯の中学生以上や移転先周辺の住民らにアンケートを実施し、その結果などをもとに新たな町のコンセプトや住宅や道路、公園の配置などを話し合ってきました。集合住宅さ入るとこっちからわざわざ来るの大変だよね。これが遠いってことね。そうそうそう。メンバーの一人、長谷川地区の菊池光一さんは緑豊かな町を作ろうと提案してきました。人の背丈ほどに雑草が生い茂った土地、菊池さんが町内会長を務める長谷川地区の今の姿です。1年半前までこの場所に81世帯が暮らしていました。今まで海に防風林があったためにこう海が遠く感じていたのね。今防風林がなくなると本当目の前が海。当時の面影を残しているのは地区の人たちが大切にしてきた樹齢400年以上といわれるイチョウだけです。うちがここにこうありまして、約60坪ぐらいのうちでした。そこからずっとこの前、隣との境に稲根がこう椿が、やぶ椿がこう生えてました。仙台平野の南に位置する岩沼市沿岸部には震災前、イグネと呼ばれる屋敷林に囲まれた家が点在していました。菊池さんは場所は変わってもふるさとを感じられる町にしたいと考えています。なんとなくブロックで区切られる生活は嫌ですね。自然にこう柔らかくイグネとか緑があって囲まれているところので生活したいです。やっぱりね、かつてはイグネを含め1000坪を超える家もあった岩沼の沿岸部、集団移転事業では1世帯あたりの宅地面積の上限がおよそ100坪と決められています。イグネを新しい町にどのように取り込むか、菊池さんは委員会のメンバーだけでなく市の担当者とも話し合いを重ねました。この外周、外周を散策したいと
というふうなイメージから言うと、12メーター道路のところは歩道もありましていいんですけど、6メーターのところはすぐ森面のイグレとすぐ道路というふうな形ですので、ここの部分をこの12メーターと同じような形でせめてこう下ろしていただければいいのかなと。6メーターに歩道を伝えそしてつけたいって言うんですか。はい、そうすると、犬ねプラス歩道がありますので、ずっとこう一周することができる。まちづくりの議論は委員会のメンバーだけで行われてきたわけではありません。ちっちゃい、どうぞこちら、あ、これどこで。地区ごとに定期的に報告会が開かれ、菊池さんら委員会のメンバーが話し合いの経過を説明し、住民の意見を聞いてきました。イグネは外周ずっとこう、イグネは植わります。こう、アイヌカマ、ハセガマ、ニルクラ、フジソネ、カバサキ、シンママというふうな位置は、結構大好きです。例えば今回みたいな、まだこないだも借りられないだと思うのね。それに対して、真ん中ずっと逃げ道がないなったらとにかく話だから、ある程度その辺を考慮して真ん中でもう一本作れるんだったら作ってほしいなという面もあります。報告会では住民同士だからこそ言える率直な意見が次々と出てきます。交番とかは作ってもらえないでしょうか。それもお話ししてみたいと思います。集団移転してね、新規移転するつもりでも希望の里なんとかとか来年度中の移転完了を目標に掲げる岩沼市。市の担当者は、町内会長を中心に地区がまとまっていることが事業が順調に進んでいる最大の要因と話します。皆さん、コミュニティというか非常にしっかりした地域なので、町内会長さんとか副さんを中心にして、進められてきたもうコミュニティがあります。そこで代表者の方々と市はかなりこう意見も交換し、代表者の方々が住民の意見を聞いてということで、その何度もこうやり取りをしながらまとめてきたという経緯が実はスピードにつながったのではないかというふうには、一番ですね、いろんな要素はありますが、そういったことではないかというふうに思っております。そして昨日、多摩浦西地区にかかるまちづくり方針および土地利用計画を取りまとめましたのでご報告いたします。新たな段階に入る岩沼市の集団移転、これまでは順調に進んできましたが、誰がどこに住むのかを決める宅地の割り付け作業では、住民の意向をどの程度反映させるかなど難しい局面も予想されます。被災者の方々の気持ちになればですね、一日先週、一日遅れれば一年遅れたような思いをされると思いますので、一日でも早く計画を固めていってですね、事業を進めて入居にまでこぎつけられるようにしていかなきゃいけないというふうに思っています。はい、岩沼で集団移転が順調に進んでいる要因としては、移転する6つの地区が商店や工場などのほとんどない住宅地で同じような環境にあったことも挙げられます。多摩浦西地区で住宅の建設が始まるのは来年11月になる見通しですが、震災前から宅地として整備され10世帯ほどが移転する見込みの三軒茶屋西地区では、早ければ年内にも住宅の建設が始まる予定です。はい、